当時営業補佐だった私は上司と外回りをしていた。上司が忘れ物をしたから家に寄ると言われ承諾。すると、なんと上司はガムテープを持ってきて。数年前の話、当時営業補佐だった私里子は、上司の高橋に、そろそろ里子さんにも覚えてほしいことあるしね。と言われ外回りに同行した。2回目の外回りの時、高橋が、忘れ物したからちょっと家に寄っていい？すぐ近くなんだ。と言い、高橋の自宅へ行った。車で待ってるつもりが中入ってと言われ、のこのこと中へ、2階へ上がっていき、戻ってきた高橋の手にはガムテ、何か慣れたような仕草だったと今にして思う。いきなり殴られ、あっという間に顔にガムテを貼られ、暴れるも、男の力にはかなわず、そこのリビングで、真っ昼間、家族写真が飾られてるところで強姦された。人望も厚い、仕事もできる、愛妻家で有名な高橋のことを完全に信じきってたわ。しかも自宅だったし、まさか、という思いしかなかった。その日はそのまま自宅アパート前で降ろされ、一日中部屋で呆然としながら泣いてた。アフターピルとかそんな起点は聞かないというか、頭真っ白ってあの時のことを言うんだと思う。それから2日間無断欠勤し、会社から連絡があったので電話を取ったら、高橋だった。里子さんどうしたの？連絡もなしに休んで。と白々しい態度、思わず電話を叩き切ったんだが、急に復讐してやる、という思いが湧いた。病院に行き、強姦の際にできた傷すべての診断書を取り、ゴミ袋に突っ込んでいたままの、破かれた下着やストッキングなどを保存、レコーダーを買い、高橋から来たメールなどをすべて保存した。もちろん事務的なもので指摘？中岩は、仕事頑張ってくらい、そして何食わぬ顔で出社。みんなには顔の傷を驚かれたけど、適当に言い訳し、ニヤニヤする高橋は完全に無視。その後高橋から、顔どうしたの？大丈夫？とかメールが来て、またムカつく。外回りには誘われたものの、顔の傷を理由に断った。砂を噛む思いで待ちました。1ヶ月間も、満を持してまずは退職届を提出。そして高橋に電話。高橋は最初しらばっくれ、むしろ精神的におかしくなった部下をいたわる素振りまで見せた。様々な証拠があること、診断書も取ったこと、これらを元に被害届を提出すると伝えると打って変わって。そんなことしたらお前が傷つくだけだぞ。だいたい家に来て、お茶飲んで、その後の出来事なのは認めるよな。そんなん単なる和感としてしか見なされないんだ。つうか俺はお前と何かやってねえ。とわめき出した。怒りが頂点に達し、歯を食いしばって耐えていると高橋は勘違いし。ほら、証拠なんてねえだろ。あんのかよ、言えよ。と調子に乗ってきた。深呼吸して落ち着き、ありますが、何か？というと一瞬黙った。なんだよ。とおどおどし始めたので、そんなこと加害者に教える必要はないと冷たい声で言った。ちなみにこの証拠とは、嫌な思いになる方もいるでしょうが大事です。病院に行った時、婦人科の先生に聞いたら、危険日だったかもしれないと思ったことと、中出しされたことで、もしかしたらと思ってたんで、できてなくっても他に証拠はたくさんあるしね。できてることを知った時は正直嬉しかった。もう自分の愛すべき赤ちゃんじゃなくって、復讐のための最適な道具としてしか見れなくて、高橋は焦って、被害届とかって、待ってよ。ね？あれは和感だったよね？とか泣きそうになってる。あなたの家のリビングで犯された時、何度も何度も顔を打ちつけていたかったですよ。絶対許せません。そしたら今度は高圧的に。いいか、お前みたいな淫乱女に、俺の人生壊されてたまるか。散々誘ってきた、誘惑された、騙されたっていうだけだぞ。俺はな、苦労して今の地位を築いてきたんだ。それを、お前なんかに、お前なんか。へえ、誘惑してきたねえ。それでブラウス引き裂くんですか？怪我させるんですか？ガムテープで自由を奪うんですか？すごいですねえ。今度は謝罪の嵐。すまん、本当にすまん。許してくれなんて言えないけど、頼む、娘がいるんだ。あんなことして本当に悪かった。じゃあ認めるんですね。暴力で私を強姦したこと、あんなこともこんなことも認めるんですね。うん、認める。ついムラムラして。家族写真の前で強姦するのは楽しかったですか？高橋号泣。頼む、金は払うから、警察だけは待って、ね。頼むよ、家族にはお願いだから言わないで。速攻で弁護士同伴で被害届提出した。それにしてもひどかった。セカンド強姦ってほんと辛い。性被害に遭った時って、漏れなく女性警官がつくのかと思ってたのに、おっさん刑事、
なんか最初から女が悪いって決めかかってるし、高橋をかばうかばう、社会的地位を、家族をってうるせえのなんの。一応言葉を選んでるのもわかるし、こちらをいたわっても来るんだけど、最終的には、不倫関係を清算させられた女の復讐。ってことで手を打たれそうになったよ。下手に騒ぐと辛いのはあなただし、逆に訴えられるかもよ。って、弁護士さんがこれまたやり手というか、サクサクと論破していくのが気持ちよかった。高橋の奥さんも強かった。夫はやってないと言っております。私は夫であり父である高橋を信じます。って泣きながら証言、高橋も泣きそう。あの謝罪は何だったのか。また最初の無罪潔白。事実無根を主張してたし、高橋サイド弁護士も、強姦された後の私の通院歴を挙げて妄想と決めつける。そこで爆弾投下、先の電話の録音テープを再生。高橋は呆然、弁護士は唖然。でも弁護士はさすがというか、これほど冷静に相手を問い詰められるなんて、強姦被害者とは思えない。病的な言いがかりをつけてくる相手を、やり過ごそうと、話を合わせた。とかへりくつこねてきた。でも言ってる自分も信じてないんだろうなって感じ。さらに爆弾、私の妊娠報告、高橋は、俺の子供じゃない。って泣き叫んでたけど、私の弁護士が DNA 鑑定を要求します、と冷静に言うと、奥さん卒倒して運ばれていくし、高橋親か嫁親はギャーギャーわめくし、高橋はガタガタ震え出すしで、その時点でもう高橋サイドの弁護士はやる気なさそうだった。あの高橋のことだから強姦どころか、体の関係すらないとか言ってたんだろうね。もうボロボロだったよ。サード強姦とでも言うか。囚人監視の中、徹底的に相手弁護士から詳細を聞かれる。ってやつ、覚悟してたんだけどもなかったし、そうですか。はい、それでその後は？と時系列を確認って感じで淡々と進んだ。肝心の強姦部分にはあまり触れられなかったな。私弁護士は、下手に掘り返すと印象が悪くなるから、あえて飛ばしたんだと思う。と言っていた。私はもうすでにかなり開き直っていたんで、やっちゃっていいですよ、と。あえて私弁護士から私に、相手方弁護士のような尋問をしてもらう。大丈夫と思ってたが、やっぱり話すと泣けてしまい途中で打ち切ったけど、傍聴席からもすすり泣く声が聞こえた。帰りに元上司に話しかけられ、謝罪された。高橋の将来を考えろ、嘘つくなと言われたことあったんで、サクッと無視して帰ったけど、そして判決は当然実刑、執行猶予ついたら控訴する予定だった。高橋サイドも控訴断念ということで、刑務所行ってらっしゃーい、わら、民事でもいただくものいただきました。高橋は解釈日、離婚、新築の家は売って、一文なしの職もなし、高橋親も家を売り、それを私への慰謝料に当て、田舎へ引っ込んだらしい。私は中絶し、遠くに引っ越した。時期的にはもう高橋は出所してるんだろうけど、会社のあった地方で知り合った人間とは、きっぱり縁を切っているし、どうなったのかは知らない。なんか最近の派遣ニュース見て思い出した。状況はどうであれ？とにかく高橋が不幸になっててくれますように。本気でオツでした。グッジョブ、というには辛い体験をされましたが、今後イッチさんの人生が幸せでありますように。今はフラッシュバックとかない？淡々と書いてたけど、辛かっただろうに、これからお幸せにね。勇気あるね、感心しました。頑張りましたね。高橋の不幸を祈っておこう。あと、元上司には励になる呪いをかけておく。辛かったね。それなのに生前冷静によく頑張ったね。これからは安らかな心でいられるように努めて、自分の人生を全うしてね。